皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説ムジラの仮面実況プレイパート43やっていきたいと思います。はい、4つの神殿をクリアして、4体のボスの亡骸をすべて回収し、巨人たちもね助けたということで、今回はいよいよスタルキッドとの対決になります。で、撮影会で一応軽く装備を整えておきました。で現在、最後の日夜の10時、もうすぐカーニバルが始まりますね。って言ってもあと数分あるんですけどねまあその辺はカットで。決戦前に気合の一発よし、さてと、別にはこのポストマンの目を出した理由はそんなにないんですけどね。さあこのゲージが青じゃったと MP 消費しないでね。さて、このシーンも久しぶりですねだが前に来た時とはね、条件が違いますよ。姉ちゃん、トレイル、沼、山、海、谷にいる4人の人たち、早くここに連れてきて。余計なこと言うな、バカ妖精。もうあんたの思い通りにはさせないわ。まあいいや、今さらあいつらが来てもおいらにかなうわけないさ上を見な、止めれるもんなら止めてみろ。アングル怖いから。さあ、はめれた。力を貸してくれ、4人の巨人たちよ。胴体ないよね、こいつら。
頑張れ。いや、しかし月の崩落が止まりましたね。止まったわ。やった、止まったのよ姉ちゃん。トレイル、よかった、間に合った。巨人たちの叫びがスタルキッドに聞いたのね。ちょっとスタルキッド、あんた何しようとしてたか分かってんの？待ってよ姉ちゃん、そんなにスタルキッドを責めないで。トレイル何かばってるのよ、あんなにバンバンぶたれてあんた悔しくないの？寂しかったんだよスタルキッド。世界を滅ぼそうとしたのよ、ダダックのレベルじゃないわ、許せないわよ。仮面の力がそうさせたんだ、スタルキッドが使うにはあまりにも大きすぎたんだよ。身の程を知らないからよ、気がちっちゃいくせにバカなんだから。もう確かに力を使うには荷が大きすぎたようだ。そうよバカを認めなさい。え、使えない道具はただのゴミでしかない。このものの弱り役割はもう終わった。まさか、じゃああの月は。怖い。わあ、もうダメ。早くあんた、時の歌よ、時の歌。まさか、あそこに行くって言うんじゃないでしょうね。私は嫌よ。あんた一人で来なさい。トレイルと一緒にここに残るわ。僕が行く。何言ってるのトレイル。どうかしちゃったの？僕、もう逃げてばっかりは嫌なんだ。僕がしっかりしていればスタルキッドだって。言うようになっちゃないか。分かったわ、私が行くわ。しばらく見ないうちに誰かみたいに生意気なことを言うようになったわね。本当にあんたたちはバカなんだから。月の中、時間のゲージが消えてますね。さてさて、どうやら本当の敵はスタルキッドではなくあの仮面そのもののようですね。ここからが大変だ。それでここに今まで倒したボスの亡骸のねお面をかぶっている子供たちがいるんですけれど、その中央にムジラの仮面をかぶった子供がいますね。彼に話しかけるともうラスボスとの戦闘が始まってしまうんですけれど、その前に、この子たちにも話しかけていきたいと思います。これはあれですね、踊る輪の仮面ですね。いや、いい天気だね。たくさんお面持ってるね。君もお面屋になるの？ねえ、遊んでやるからお面ちょうだい。というわけでとりあえずお面をあげます。仮面ではなくお面っていうところがキーワードね。ありがとう君、いい人だね。かくれんぼしよう、僕隠れるから。というわけで最後の、ミニゲームがここに4つあるわけですね。それを片っ端攻略していきます。ここにはね究極の力がありますから。それでだ、ここ結構めんどくさかったぞ。
この苦手なね、出くばのジャンプで移動しなければならないという。できればあの黄色い出くばなに乗りたいな。ギリ届くでしょ。多分あっちからいけないな。ほっ、ほっ、やべ、引っかかる。あー、そういうことか。あ、でも HP 減るとかではないんですね。一応ね、お店で妖精たっぷり連れてきてるんで、それなりに耐えられると思うんですけれど、多分普通のあのピンクのデクンバナはあれ絶対嘘でしょ。あれやったら絶対失敗だよ。危ね。俺デクバナジャンプ俺上手くなったと思いません？ここだ。でとりあえずあのハートのねかけらを回収。あっちには直接行けない気がする。一回向こうに戻ろう。うまい。うまくなったな。え、これどう行けばいいんだ。あ、ここギリギリいけるな。オッケー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 。あ、なんだ、これでいいんだ。もうしまいか。楽勝じゃねえか。これかな。その面、外してよ。あ、リンクの底じゃなきゃダメなんだ。オッケー。見つかっちゃった。ねえ、ごめん、もっと欲しい。いいよ。へへ、ありがとう。君、優しいね。ねえ、聞いていい？君の友達はどんな人？その人は君のことを友達と思ってるかな？どうかな。おっと。で、まず一つクリアですね。多分今ここにあるお面全部ね渡すことになると思うんですよね。なんで20枚全部集めとかないとサビ部と攻略できないんですよね。で、ゴートの、お、次、ゴート。うん、ゴートの面がいいな。これは？これ、グヨーグだな。ゴートのお面をかぶってる子。これは？あ、これだ。いや、いい天気だね。たくさんお面持ってるね。君もお面屋になるの？セリフ一緒か。これをやろう。もっと。オッケー。ここではそんなにねお面は重要じゃないので、てかもはや使い道がないので、一個も使ってないお面もいっぱいあるけどね。でよいしょ。 MP はいらない。このダンジョンは、ゴロンの面で攻略していくやつだよね。俺の大嫌いな、デクバナジャンプよりも大嫌いな。これで行かなきゃいけない。貸し借りる？やべ。いきなり失敗した。あ、でも HP 減らないんだ。これ難しいんだよね。くれなきゃいいのかな。あ、してくれなくていいんだ。よし、おう、よし。ここら辺で一回止まってよかった。あぶね。あ、つまらないミスをしてしまいました。
まではいいんだ。ここまでいいはずだ。戻るのか。あぶね。あ、足りてない。よっしゃ、いった。オッケー。ぶっちゃけここのダンジョンが一番心配だった。一回もつかなかったな。君の幸せどんなとこ？君の幸せは他の人も幸せなのかな？何だろう、何かを悟そうとしている。よし、じゃあ次はグヨーグ。グヨーグって言ったらやっぱりそうあるだよね。ローラのとこは多分そんなに難しくないんじゃないかな。お前誰だ？お前は誰だ？お前は何だ？グヨーグだ。オッケー。で、教授、いやー、聞いた。ブレーメン。ウサギズキンは、機動力が高くなるので一応残しておきます。最後まで。オッケー。そうするとグヨーグのダンジョンですね。凄まじい流れのね、この水の水路、水の水路、水路を泳いでいく迷路です。合う。左ここ右で、次左じゃないっけか。あっ、こっち来ちゃった。こっち多分ゴールだな。ちょっと待って、やり直したいな。いきなりゴールの方にしちゃったもんな。ハート取り逃したかと思った。最初右に行きたいんですよ。で、あと左、あとずっと左。で、いいはず。よし。これもル
ルートが分かっちゃってるからな。買っちゃったね。ごめん、もっと欲しい。ドマイの目会員証ですね。あとおっさんの目でカフェ、よしね。キリー、正しいことってどんなこと？正しいことすると本当にみんな喜ぶのかな？基準も人それぞれですからね。正義っていう言葉だって言ってるの、そもそもね、自分が信じているもの、それこそが正義なんですよね。良くも悪くも。で、次。待て、いや、いい天気だね。たくさん面持ってるね。君もお面屋になるの？ねえ、遊んでるから面ちょうだい。スインモルド。最後のは多分大丈夫じゃないかな。ギブドの面。ギブドの面。ガラの面。最後のダンジョンってかサビイベント、ツインモルドのダンジョン。ここは確か連戦のはずなので、この飛びで行こうね。来い、ダイナフォース。ドン。俺に勝てると思ってんのか。オスガロ、こいつ強いんだよね。発射。ノーガードでいくよ。大妖精の剣が強いもの、うん、爆発するのもちゃんと覚えてたよ。フックショットいるのか。じゃあフックショット。あ、ってかもうこれこっち使わなかった。見えねえ。この辺か。よし、うん、いや30本、お店で50本買ってきちゃったよ。さあ次は、うわ懐かしいなお前、アイアンナックじゃん。俺の方が強いと思うぜ。圧倒的。ここが一番簡単だった気がする。勝ちゃいいんだもん。ゲイで、え、どっから出たらいいんだい、とかどっから登ったらいいんだい。観察、あそこか。びっくりした、進んだかと思った。あれあれあれ、通過しちゃったよ。
悪い。位置が悪いな。合わせ技とかできないかな。ダメか。どう狙う？タイミング？よし。あ、焦った。閉じ込められたかと思った。よし。あれ？最後の腰を開いてないぞ。ちょっと待て。お目に反応して金の石が駆けかけて腰を引したか。うるせえ。なんかあるな。欲しい。あげるよ。さてと、これが最後だ。よし。ねえ、キリ、君の本当の顔はどんな顔？お面の人の顔が本当の顔なのかな。お面もその面、そのね、お面外してまず挨拶しろや。さてと、さてではいよいよその中央にいるムジェラの仮面をかぶった少年に話しかければラストバトルですが、それはまた次回やっていこうと思います。ではおそらく次回最終回よろしくお願いいたします。ではむしろの仮面実況プレイパート43、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てけれなー。